よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。ちょっと、寝ぼけてるの？私の家の庭に決まってるじゃない。しっかりしてよ。鏡を見た反応からすると、あんた本当に孫君じゃないの？でも見た目は間違いなく孫君だし、もしかして記憶喪失？ああもうどうしたらいいのよ。今はそれどころじゃないのに。ここにいたか。誰よ、この大変な時に。あんたはまさか16号なの？ねえ、セルに破壊されたはずのあんたがどうしてここに？もしかしてドラゴンボールで生き返ったの？16号まで復活したなんて一体何が起きているっていうの？ちょっと黙ってないで何とか言いなさいよ。セルに壊されて故障した時、直してあげた恩を忘れたの？それは俺ではない、別の16号だ。え？孫悟空にリンクしているものに孫悟空の体ごと一緒に来てもらうぞ。抵抗するというなら力ずくでも連れていく。孫君、状況はよくわかんないけど、さっさと16号をやっつけて。まさか戦い方も忘れちゃってるんじゃ。どうすればいいのよ。その肉体は孫悟空のもの、強度もそのままのはずだ。多少手荒な真似をするが、お前が死ぬことはない。殺すわけにはいかないからな。危ない！ソン君！なるほど。お前の才能は本物のようだ。ならば、こちらも手を抜いた。
リンクして間もないというのに、なかなかやるな。こんにちは、ブルマさん。ごちそうをいただけると聞いて伺ったのです。わざわざ僕たちを呼び出したんだ。よっぽど美味しいものなんだろうね。ん？なんだお前、どうやら人間じゃないようだが。邪魔が入ったようだな。ここは出直した方が良さそうだ。孫悟空にリンクしているんだ。また会おう。行っちゃった。さてと、孫悟空の中にいるやつ、お前は誰だ？僕の目はごまかせないぞ。え？どういうこと？この人は孫君じゃないっていうの？おやおや、これは不思議ですね。悟空さんの体なんですが、本人の気はわずかにしか感じません。その代わり、知らない人の気が感じられます。第三者が悟空さんの体を乗っ取っているというところですかね。体を乗っ取っている？そんなことって。ちょっとあんた、孫君の体から出て行きなさいよ。あんたに乗っ取られているほど孫君は暇じゃないのよ。ブルマさん、そんなに困らせるものではありませんよ。この方も意図せず悟空さんの体に入ってしまったようですし。というわけで、悟空さんの体の中にいるあなた、あなたですよ。まずは心の中で悟空さんに呼びかけてみていただけませんか？あなたなら同じ体の中に眠る悟空さんと話すことができるはずです。あれ？おめえ誰だ？それにここどこだ？変だな、体が動かねえ。おら、どうしちまったんだ？なあ、おめえなんか知らねえか？もしわかんなら教えてくれ。え？おめえがおらの体に入ってん？それにしてもウィス、この妙な波動は一体何だろうね。やはりビルス様もお気づきでしたか。どうやら人の手で作られたもののようですが。波動？何の話？なんだ、お前にはわからないのか。鈍いな。鈍いとは何よ、失礼ね。普通の人間はわからない。おや、この件についてお話があったわけではないのですね。てっきりごちそうを食べさせる代わりにこの波動について教えろというのか。あ、そうよ、すっかり忘れてた。今世界中が大変なことになってるのよ。急に孫君たちの偽物みたいなのが出てきて世界中で暴れてるし、突然フリーザやセルが復活したりで大混乱なんだから。ふん。ふーんじゃないでしょ。地球のピンチなのよ。せっかく来たんだからあいつらを倒してよ。僕には関係ないことだ。そんなことより早く美味しい食べ物を出せ。つまり助けてくれないのね。とはいえこの波動についてはいささか気になります。おや、悟空さんの気が少し増えたみたいです。どうやらあなた、悟空さんと無事お話ができたみたいですね。悟空さん、聞こえますか？自力で体を動かすことはできますか？それがよ、腹減ったし起きようと思うんだけど、目が覚めねえんだ。オラがいる場所の出口がどっかわかんねえし、ぶっ壊して出られる気もしねえ。悟空さんから返答がないところを見ると、やはり
あれ、オラの声、ウシさんに聞こえてねんか。ウシさんの声は聞こえんだけどな、困っちまったな。ひょっとすると悟空さんがこうなったのはこの波動の影響かもしれませんね。波動の力で気の量が制限され、反動で精神が体の奥底で冬眠状態になった、そんなところでしょうか。気が多そうな連中は全員強制的に眠らされているようだな。だったらなんでヴィルス様とウィッサンは大丈夫なわけ。決まってるだろう、神はそんな波動なんかの影響は受けない。あ、そう。まあこの謎の波動を何とかしない限り悟空さんはずっとこのままでしょうね。そんなの困るわよ。あ、ちょっと待って、今各地の様子を見に行くってみんな外に調べに行ってるのよ。でも強い人が眠っちゃうってことは他のみんなも出て行った先で動けなくなっているでしょうね、おそらく。もしくは誰かに体を乗っ取られているか。この状況を打破するにはこの波動を止める必要があるでしょうね。ブルマさん、この波動の原因に心当たりはありませんか。急にそんなこと言われても。あ、そういえば思い当たることがあるようだな。なんであの時16号が現れたんだろうって、それに孫悟空にリンクしているものって言ってたし、今起こってることと全く関係ないとも思えないわ。なるほど、そう思うのでしたら探ってみる価値はあるので。そうよね、まずは調べてみないとわからないわ。それにみんなのこともそのままってわけにはいかないしね。そうなると強い人の助けがいるんだけど。言っておくけど僕たちは手伝わないよ。そんなこと言わないでよ、おいしいごちそう用意するからね。何度も言うようだが僕たちには関係ないことだ。困っているなら悟空の体に入っているやつに頼めばいいだろう。え？悟空の体を動かせるんだろう。だったらこいつも戦えるはずだ。仕方ないか。まあ、あんただって元の体に戻れないと困るでしょ。というわけで、私たちに協力してね。
りなさい。いきなり孫君にそっくりなやつと戦って混乱したでしょ。今ああいうクローンが世界中にうじゃうじゃいるのよ。またいつ襲ってくるかもわからないし、孫君の中にいるあんたも頑張ってね。そうそう、孫君にとってもあんたにとっても朗報があるの。例の謎の波動が解析できたから、それを中和できるよう飛行機を改造したわ。これで波動の影響で閉じ込められた孫君の意識が表に出てこられるはず。簡単に言えばいつもの孫君に戻るってことね。それじゃ早速起動してみるわね。えい、出てこれるようになったぞ。やったわ、成功ね。でもダメだ、体が重てぇし全然力がひ、やっぱ全然力が出ねえ。この状態じゃ戦うのは無理みてぇだ。中和装置はまだ完璧じゃないから力までは取り戻せないみたい。よくわかんねえけんどよ、この状況ってドラゴンボールで解決できねえか。それができるならこんなに慌ててないわ。ドラゴンボールはい、あ、そっか、すっかり忘れてたぞ。ああ忘れてたって。それじゃあ孫君の体の中にいる誰かさん、あんたには孫君が本来の力を取り戻すまで戦ってもらわないといけないわね。よし、それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。お、だいぶ弱ってっけんど誰かのクリリンだ。早速助けに行くぞ。
ちょっとやってみるくれ。あいつクローンか？やべ、クリリを狙ってる。なのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵よし、他のみんなも助けてやりたいし、
16号のシーン、俺も一緒に戦うぜな、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った、今のあんたたちはろくに力も出せないでしょ。あっちゃ、すっかり忘れてた。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、ほらも一人で。え、それじゃあ俺は戦えないってこと。思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた孫君からクリリンに移動することはできない。悟空の中にいるやつが俺にリンクするってことですか。いいから、二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？オラの中からいなくなっちまったぞ。うわっ、俺の中に知らないやつが。やった、リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、オラ何にもできねえっちゅうことか。リンクできる人は一人だもの、当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。孫君の負担だって減るじゃない。確かに、悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかない。まあ、いっか。もともとオラが自分で戦えるようになるまで精神修行っちゅうやつをすりゃいいしな。あんたらしい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからも